はい、動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。元祖 SD ガンダムバトルアライアンスやっていきましょう。はい、前回ですね、なんだっけ、ガンダム00ね、あれをクリアいたしまして、ね、まあ、鉄火団の、結末、まあ、バエルと、ビダールの決着、なんかをですね、いうのがまあ聞きまして、それじゃあただの生贄じゃないのっていうね話になりまして、まあその前に鉄火団のイベントをやってしまったあのミッションをやってしまったわけで、ちょっとね、会話がちぐはぐに なってしまいまして、最終的にこれユノの精神は大丈夫なのかっていう話になっていくんですけど、今ここでまああのユノのこの曇らせポイント、あの鉄火団に対する曇らせポイントがこの2ポイント溜まっておりますので、ここから何ポイント溜まっていくのかちょっと見ていきましょうかね。はい、ダブルをクリアいたしましたので、次はあとはもう残るは逆襲のシャアと、Gガンダム、そして、ガンダムユニコーンですが、逆襲のシャアは最後に取っておいて、Gガンダムはその次に行くということで、今回は、ガンダムユニコーンの方をやっていきましょう。多分ここは鉄火団は関係しないんじゃないのかな。さあ、スレッタの相棒は誰にしましょうかね。こっから先誰が会話があるかが分かんないんだよな。シャアは見たでしょ。シャアはシャアしかなかったしな。アムロはそりゃあるしな。シロ、ノリスあるかないよな。主人公はあると思うんだよな。とりあえず SD 攻めていくか。劉備はまだ確か見てないはずなんだよ。劉備見ていきます。俺は大切な仲間と一緒に強くなってみせる。これ領域の方、アイアムコマンドガンダム、ちょっと入れ替えて。夢なんです。水星に学校を作るって。懐かしいですね、そう言ってた頃がね。俺、曹操さんみたいなリーダーになりたいんだ。これでいいでしょう。スキルセット、確か増えてた。いつの通り、ロールアクション発動後の、15秒間、HP が0になっても、システムダウンしない。よくわかんない。とりあえずこれでいいや。こういうゲームはな、あんまり深く考えなくていいんだぜっつって。ここがメガラニカ。あ、ネオジオン軍。ドラゴンズウォッチの劉備だ。一緒に頑張ろうな。無理、頑張りましょう。ああ、会話あった。すげえ、劉備とも会話あるんだ。袖付き以前のネオジオンか。正面にブレイク反応、まずは行ってみよう。くそ、まだ。これはどうだ。違う、入ったし。大人ってやつはこの世界を何だと思っているんだ。カミーユ君、あの後大丈夫だったの。あなたですか。覚えてますよ。
お久しぶりです。この戦いいつになったら終わるんでしょうね。カミーユ・ビラ、最も優れたニュータイプと言われた少年か。なんか感じが違う。ブレイク現象だからあの時の彼かどうかはわからないよ。歴史は枝分かれしていく。違う道を歩んだ先の彼かもしれない。カミーユ君、私たちこそ支援をお願いするわ。戦い方、西暦2300年代からのブレイクインだよ。独立治安維持部隊アローズのモビルスーツアヘッドか。ラプラスの箱に呼び寄せられてるよ。ラプラスの箱、何です？宇宙世紀の呪い、知る必要ないよカミーユ君。神指弾が来るとは思ってなかったな。ということはもしかして柔道も来る、これ。いやちょっと熱いぞ。ラプラスの箱に導かれて、3世代の主人公たちが、3作品の主人公たちが、揃うって言ったらすごいよ。これは熱いよ。だってダブルゼータの頃のシャー、カミーユってほら、精神病んでたからさ。多分直接的には合ってないと思うんだ。合ってたこの、ダブルゼータはかじったぐらいだからな。完全には覚えてないんだけど。ね、リュービーとスレッタで会話あったんだってすげえ喜んでた矢先にこれだよ。いやあ、あったこんなところにあった。あ、違う違う、こっち側はなんかないの。なんかいる。あー、いた。目的、あー、いた。ギラ動画、じゃあギラズール。あー、嘘でしょ。あんな段差乗り越えられないって。マラサイカ、ここで何を企んでいる。ティターンズのやり方は許しちゃいけないんです。カミーユ君にひもづいてグリプス戦役からの干渉が強いのかも。ね、ユニコーンとのイベントに介入してきたカミーユ、そしてその会話があるっていうね。このユニコーンの時のカミーユって何してんのか分かんない。柔道は木星行ってる、木星かその先に行ってる頃だし、柔道に関してはちょっと漫画の方で、クロスボーンの先かな、クロスボーン時代の、柔道が、いや判明してないか、柔道らしき人物が書かれてるからね。あえて秘密、多分柔道だろうって思われるんだけど、あえて秘密。
まあ、クロスボーンもどこまでそのガンダムの歴史に沿って書かれて歴史が公式扱いにされてるかっていうのはちょっと分かんないけどね。宝箱見っけ。あとね、俺最近調べてね驚いたんだけどね、この機動戦士ガンダムの、まあ、外伝的なやつが漫画でさ、サイバーコミック、昔サイバーコミックスっていうやつがあって、そこで外伝的なものが、非公式な外伝的なものが書かれてたんですけども、まあ、今で言ったら、ガンダムエースみたいな感じのやつ、あれがあったんですけども、それで書かれていた中で、G の影人っていうのがあって、宇宙世紀の中で、その忍びの一族が、活躍するっていう、ガンダムものがありまして、雑魚が相手じゃ面白くねえ、ガンダムがこう言ってんだよ。アルケンか。ゴンダムファイターのじゃないよ、イヌ姉さん。アリーアルサーシェ、アルケーガンダムも絶対に勝ちます。一人残らずぶっ倒す。目標を捉えた。ダブルオーライザー戦闘を開始する。本物のソレスタルビーイング来た。あれはスーパーガンダム。あれは可変型のガンダムか。ガンダムマイスターセツナ F セイエイ君、支援するので戦闘を続行してください。今後しねえぞフルスタルなったら。貴様の歪み俺が断ち切る。二人はどういう関係なの。セツナ君は中東の紛争地帯クルジス共和国の少年兵だった。彼を訓練したのがアリーアルサーシス。自分の手駒となるゲリラ兵を作ったのだよ。あん時のガキがガンダムに乗ってるとは。黙れ、ここで過去を断ち切る。てめえは俺の手ガンダム、これはとんでもねえ兵器だ。戦争の試合がある。まだまだ戦いたいね。もっと俺を楽しませろ。遊ぶな。貴様、人がいっぱい死んでいくのを感じないのか。なんだと。みんなの命が消えていく。命は力だって。空を支える力だって。なんだこの気持ち悪い感じは。ただくそ、この俺が動けってんだよガンダム。アリーアルサーシス。セクラ君、決着は他のマイスターがつけてくれる。今は焦らないで。ブレイク現象を修復してあなたも必ず西暦の時代に送ります。了解。ロックオン。あとは狙われてる。小隊長カミーユ君、上よ。隠れ配属カスタムの狙撃。ザフトのバナーザクウォーリアだよ。今度はコズミックイラから。長射程ビーム砲オルトロスに気をつけ、引きずり下ろすんだ。ザ。いやや、っぱサーシェスのボイスはあれか、録音新規ではないよね、さすがに。前もそんな話をしたんだけどね。あ、そうそう、その G の影人の話なんだけども、途中でちょっと切っちゃったんだけども、あれね、作者がね続きを書いてた。びっくりした。しかも今さ出版社通さずに自分で電子書籍作って、販売とかまあ、Amazon とかそういうところ、まあ、同人でもあるんだけども、そういうのやって作れるじゃない。それでやってた。びっくりした。
クエス、俺だってやれるんだ。あれは神指だ。アマンカーン、お前と私は互いに引き合うものがあるようだね。相手が誰だろうと、この役と動画に乗った俺なら。ギュネイガス・ジュン、ネオジオンの強化人間。間違いない、あれはガンダムだ。あれをやりゃ大佐だろうが総帥だろうが。総帥ってシャア大佐。第1次第2次ネオジオン戦争が降格してる。俺たちは歪みを正す。そうだ、こいつ特別な力を感じる。だがニュータイプでも強化人間ではない。何者なんだ。俺たちはソレスタルビーン、戦争根絶を目指すもの。戦争の根絶ね。本気でできると思ってんのか。言われるまでもない。俺はニュータイプになって、いざという時に大佐を止められる男になりたいだけだ。今回の戦争は俺にとってはチャンスなんだ。この俺が押されてるだと。そんなバカな邪魔だ。なんでだ。俺はニュータイプと同じ力を得たってのに。これはどうだ。邪魔だ。俺一人でギュネイは相手にするのはきついな。愚かなる人間たちに思いし、くそ、こんなんじゃ俺はいつまで経っても大佐を超えられやしない。よし、ヤクト動画のブレイクアウトを確認した。やってくれ。全力でいく。世界の都合というものを洞察できない男は排除すべきだ。人は分かり合えるはずだ。人類がそれほど賢い存在だと思っているのか。愚劣な。それは違うぞ。なんと言ったまで。もし戦うのに理由がいるのなら、この怒りこそがそうなんだ。人に吐き出すものなどない。やった、キュベレイがハマーン様をブレイクアウトさせられた。世界の歪みは正されつつある。怒りに飲まれるな。使いこなせ、神指団。感謝します、ガンダムマイスター。これで西暦の時代のガンダムたちはブレイクアウトできたね。でも神優君はブレイクアウトしない。まだ彼に関わるデータが。メガラニカにいるのはそれ付きの大将フルフロンタル大佐のネオジオン軍のはずだけど、いない可能性が高いね。そもそもユニコーンガンダムが見当たらん。当然、まあ四重ハック、ああ四重ハックないな、十中ハックジオだろうな。どうやら私がやるしかなさそうだ。うわ、ジオン出るぞ。オリジナルジオングじゃん。でもシャア総帥でもなく、シャア大佐。一年戦争の確かジオング。パイロットはガンダムの新型か。この機体アモンではないのか。クワトル隊。いや違うな、シャアを名乗っている。あなたは僕の知っている隊員じゃない。何者なんですか。私を誰だと思っているのだ。カミユ君、彼は4番目の名前を。待てサクラ、これ以上の追求はタイムパラドックスを起こしかねない。ウジス上は勇敢だな。軍人ともデリラとも思えない。あなたは何をやってるんです。こんなところで。戦争とはこういうものだ。理解して。戦士でここにいるはずなのは。逃げた。確かそう。進めフルフロンタル大佐の。やはり未完成を期待か。皮肉なことにジオングの完成型は連邦が作り出すことになる。強化人間を使った。強化人間だって。ブラサネ研究所で開発されたサイコミュ搭載のモビルアーマー。ま、認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというもの。本来トルフロンタル大佐が待ち受ける場所に若き日のシャアーズナブル大佐。今回のブレイク現象だが、やはり神指団との執着が強い。シャア大佐は後のクワトロ大尉ハマーンファンとのグリプト戦役で戦ってる。大佐、大尉、総帥、
三つの時代のシャア・アズナブル、そして異なる歴史から来た刹那エイク・セイエイク、彼はニュータイプとイノベーター、革新した人類という共通点だと思うわ。隊員はここから下がってください。あとは僕がやります。あの少年、計り知れぬ力を持っているな。うわ、それに飲まれなければいいぞ。ニュータイプは戦争の生み出した人類の悲しい変種かもしれんな。やったわ、カミーユ君、これで。アーガマに帰ろう。ファーの声が聞きたい。ジオング、ゼータガンダムともにブレイクアウト。このミッションのブレイク修正を確認した。なんだかすごいミッションだったね。ラプラスの箱の中にジオングが入ってたってことじゃないでしょうね。もうそれでいい気がしてきた。あんたのおかげだぜ、ありがとな。わあ、危ねえ、よかった。あーでも多分取り逃してるのあるんだろうな。いやー、あのさ、カミーユがさ、ありがとう、ガンダムマイスターって言ったのがさ、すげえ感動的でさ。そりゃ神ですから。あれはほんと感動的だったな。ジュドは出なかったけど、ユニコーンフルアーマーと別なの、厳しいっすわふぅ、随分と紐付けが濃いミッションだったね。確かに濃かったな。何にせよそのカミーユの新録がさ、他のやつと絡み、まあ一番良かったのがやっぱダブルオートの絡みかな。あれがあったのが良かったなって、すごい良かったなって思うわ宇宙世紀において非凡なるニュータイプと呼ばれたカミーユ美談の力と言っていいだろうな。でも少し違和感があるのがガンダムマイスターね。純粋なるイノベーターへと覚醒した初の人類、刹那エフセイエイかね。刹那そのイノベーターに進化した、覚醒したその次はさ、もう完全に人間離れしちゃったもんね。乗っていたのが GN ドライブを2機積んでるっていうダブルオーライザー、うん、ツインドライブによって刹那君を純粋子に確信させたね。でも彼は宇宙世紀の歴史とは無関係でしょ。ニュータイプとイノベーターに関連性があるとしてもそれだけなのかしら。一番はあれじゃない、人の可能性っていう、人の進化の可能性っていうね、やつじゃない。ニュータイプが人の進化の、その可能性の一つだったら、刹那がイノベーターに覚醒したのっていうのも人の可能性の、進化の一つ。まあ、刹那はもう、刹那自体はもうさらにその先に、の、エルスか。エルスと融合して、さらに進化したわけだから、劇場版の方でですね。だから関係するとしたらそれじゃない？管理システム、コードマクスウェルズによるものかもしれん。違うのかよ。俺の予想を返せよ。何かのデータを取ろうとした？ブレイク現象の紐付きとして考えられるのが、能量支配を伝播する革新者イノベーター、そしてニュータイプ、宇宙に適応進化した新人類。イノベーターは能量支配で人間の感情や思考を相互に理解できて、ニュータイプは誤解なく物事を理解する力。人間同士が分かり合う、シロー天田少尉も言っていた、敵味方でも分かり合えるんだって。それがキーワードか。だが
マクスウェルズはその紐付きから何を得る。ここにね、水星の魔女が絡んでたらより複雑な感じになるんだろうなと思いつつ。人間同士が分かり合うこと、でも管理システムが AI な以上、そもそも人間同士という前提が成り立たない。人間とそれ以外のものが分かり合うというなら辻褄が合うけど。あ、ということは最終的に SD ガンダムですか？SD ガンダムですか？はい。というわけでクリアいたしました。いやー、なかなかね、面白いミッションでしたね。特にね、やっぱりあのカミーユの存在ですね。カミーユがあのユニコーンのところに、入っていく、あの入っていってたっていうね、あそこでカミーユが出てきたっていうのが普通は驚きなんですけどもね、てっきりもうそのミッション周りのやつで、キャラクターをシャッフルしているだけかと思ってたんですけどもね。はい、というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。次回はですね、ついに G ガンダムですよ。あれをやっていきたいと思います。それではまた次回、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。